この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは。噛んだぜ。てか C の方多分リスナー先輩だよね。ね、すごいってる。あ、やっぱそうだ。おっすおっす、おひさじゃん、おひさじゃん。このバニゴじゃ大丈夫か。おっおっと、危ねえ。それはビルに対して、それとも僕に対して、どっちですか。さって言ったけど羽が邪魔で見えねえ。まあね、今回もね、こんな感じでぬるーくゆるーりとみんなと一緒にね、この三色キリを見ましょう。ゆるーくゆるーの？あ、あ、画面から消えたし。消えてたよね。まあね、あのね、三色キリはね、まあ嫌いな方まずいないでしょ。うん。てかまずゴジラの中でこの会場嫌いってやつ俺未だにいないんだけど。どうしましょう。どうしたの君。どう一応平和協定誘ってんだね。これおでこのブツブツまですごくリアルに再現する。ちょ、見させてくれる。そう。お、何？成功した？成功した？あ、でも成功しそうね。あ、そういえば挨拶してるんだ。いやっほー、すごい光景。おー、背中で勝たんじゃねえ。で、なんでカメラアングルそっちになったの。男は黙って背中で勝たれたと、うん、その通りだ。両津完結の映画をのぞらじゃるだっちゃじゃ。何やって噛んでねえぞ、別にな。今のわざだからな。わざとなの。もちのろん。もうちょっと知らんかった。おっと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 、あぶねえ。ほんの1ミリくらった。何停止してんの、あの子。うん、君、俺の羽から顔出てて大丈夫。大丈夫、一体化して一緒になってた今。なんか近づいてない。おなんすか。言っちゃダメ的な。皆さんね、これ見てわかる通りなんですけれども、まあ、このバーニングゴジラ、うん、まあね、ノラでね、暮らしていたみたいでね、まだに人に慣れていないっぽいですね。まあ、これをね、ちゃんとね、飼い慣らしていくにはですね、まずこうやってね、そっちょっと、おー、ちょっと、いや、まあ、これもね、まあ、ジブリの映画を見てくれれば分かる通りなんですけれども、ね、もののけ、おっと、まあ、これもね、まあ、このゴジラさんに関しては、まあ、挨拶っていう感じなんですよ。はい。まあ、これはですね、もう動物博士の僕に関してはですね、まあ、愛情表現の一つと言っても過言ではないものでですね、まあ、次からは撃ってこないということで、ほら、撃ってこない。大丈夫。ほら、大丈夫。ほら、全然大丈夫じゃない。おっと、うん、まあね、これもおっとっとっと、うん、まあ大丈夫、触れてないけど、今当たってないけど大丈夫、むしろ大丈夫。まあね、まあ、やっぱりね、怖がってるみたいですね。まあやっぱりね、まあ変な飼い主に捨てられちゃったんでしょうね。まあ都会のど真ん中でね、まあ捨てられちゃってかわいそうにね。まあこのね、あのバーニーゴジラをね、拾ってね、飼うのはとても難しいことなんですけれども、おっと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 。いや、まあ別にもうこれもね、まあなんて言うんですかね、まあまあ、あります。こういうこともあります。まあ、やっぱ、おーっと、でも、めっちゃやばくない？やばいね。リスナーさん死にそうなんだけど。用じゃないの？もう、こういうのはね、もう、致し方ない。駆除しましょう。駆除しましょう。こういうの駆除しましょう。リスナーさん死んじゃおう。だ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、街を壊してごめんなさい。まあ、これも致し方がないことですね。いやー、仕方ない。そろそろね、リスナーさん死んじゃいそうなので。おぉー。
クロダイラ。いけるんじゃないか。おお。す。よ。いいよ。およくゲージ余ってんな。どうしよっか。なんか2対1な感じでちょっと僕気がしてるんですけれども。でもリスナーさん死んじゃう？だよね、うん、リスナーさんを殺すのか。あ、貴様貴様いけ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 てかもう相手1ミリじゃん、うん、もう相手1ミリじゃん。おおこれちょっとでも当たれば勝ったのかな。おーっともう一連にそうだ。はいはいはい。まあこんなこともあります。ベニョーベニョーバチッとな。どうしようかまあ仕方ない仕方ない。まあこれもね、まあ動物愛護団体のね、私がね、まあ今回ね、捕獲に失敗してしまったということでね、まあこんなことはありますよ。うん、はい。お？あ、あれ？ピクケンだね。うん、ポータルナイツでよく来てくれる、うん、あの方ですね。あとゆうとくん、ゆうとくん。これはもうリスナーさんまずですよ。もうさっきとは正反対。もうさっきの野生のバニゴジなんて一切いませんから。もう皆さんはね、ちゃんともう分かってらっしゃいますからね。もうここに集合なんだよ。ここの県の大冒険ビルに集合なんだよ。何する？ダメだよダメだよ。おおお、君目赤いぞ。大丈夫か？暴走してないか？大丈夫か？君そっち行きたいの？そっち行きたいの？ちょっと配置違くない？ちょ、ん？そこで取る。そこで、うん。うん。うん、そうだね。そこで、うん、目の前だね。なんなら二人とも隠してるね。うん、そのまま後ろにバイク。オーケー、ベルマッチ。いいよ。これすごくない？かっけー！何この戦隊？戦隊ヒーロー。戦隊ヒーロー、メイカーゴージャース三式キル。え、何その、そんなことされたら僕死んじゃうじゃないか。こうしろってか。うわーやーべえ、センス良すぎるだろ。やっばやっば。いたたいたたいたた。おー、いいよ、大丈夫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 、仕方ない、仕方ない、仕方ない。何をするんだよ、何をするんだよ。カメラアングルどこにあればいいんだよ。ああなるほどね。ミサイルだ。戻ってきた。おピクケンうめえなお前。きたー。おい、これやったら、これやったら逃れられないじゃん。これバグなんですよ、これバグなんです。皆さんボタンをボタンを押してもね、これこれやっちゃったパターンですね。どうすんの。これやっちゃいましたね。まあね、もうこんなこともあろうこと、今回も県の大冒険ショッピング用意しておきました。今回この3つに並んだ三式気流、今回ですね、今回こちら全てがメタルパーツとなっております。そう、フルメタルです。はい、ステンレスやそちらも良かったんですが、やっぱり三式気流といったらメタルということですね。まあこちらのことをね、ですね、まあお風呂に入れたりすると壊れますのでご注意ください。そしてですね、なんと今回三式気流一匹ではなく、この三体が並んで、このジャンプしたこの姿、そして膝から出ているの LED。 そう、私たちの大好きな LED でございます。はい、いやー素晴らしいですね。なんなら横のブースが私の子供を照らしてますね。どういうことでしょうか。うん、まあそこはさておき、まあね、こちらなんと
前まではね1体につき1980円という値段でご提供させていただきましたが、今回なんと K の大冒険頑張っちゃいました。お値段なんと、お値段なんと、いつも1体で単品1980円のところ、この三色気流フルメタルバージョンは今回30分以内にお電話いただいた方限定で、なんと1980円、変わらないお値段、どうですか皆さん、もう3体ですよ、わかりますかねえねえ、あのさ、ねえ、ちょっといいか、ちょっと宣伝入りますCM をってさ、あのさ今カットしてるんだけどさ、俺が頑張って喋ってる間さ、満遍ない意味で俺の顔を見るのやめてくれ。すっごい恥ずかしいから。すっごい恥ずかしいから。ね。ね。なんかね。まあね、うん。全力で頑張ってる俺の、うん、微笑ましいなって。微笑ましいの、うん。実況者の横顔見ての微笑ましい。頑張ってるな。あ、頑張ってるよ。うん、なんだったら落ち目も見てたから二人してね、うん、こっち見てて、ケイちゃん見てて、パッて見た瞬間落ち目止めたって、もう一回見たからね。あ、そう。まあそんなことで、まあね、CM 終わったということですね。まああとお時間20分足らずとなっております。皆さんお電話お早めに。しかもですね、今回なんとこの3つの三色気流をお電話30分以内にお電話いただいた方限定で、後ろにある K の大冒険ビルをなんと1個お付けして、だとお値段変わらずの1900円。顔見ないでくれるね、すっごい頑張ってる時のさ顔見ないでくれる君ね。ね、彼女の特権だと思うんだけどさ、それね、うん、でもね、頑張ってるところのさ、もう1000ってところの顔見られたくないもん。分かんない。はい、というわけでね、どうしようもないので落ちます。嘘です。まあとりあえずじゃあこのまま締めましょうか。今回このまま締めましょうかね。うん、もう終わり方分かんねえもん。終わり方分かんねえもん。これもうこれどうしたらいいか俺分かんないもん。もうなんなら教えてくださいもん。助けてくださいもん。はい、待ってなわけだな。1980円です。やる気ないよ。やる気ない。はい、てなわけで、まあね、皆さんはね、間違えてもこういうジャンプでバグの方法はしないでおいてください。それでは次回はお楽しみにしていてください。じゃあねー。